利用の決済サービスを選択してください。または電子マネーをリーダーにタッチしてください。楽天 AD を確認します。楽天 AD をリーダーにタッチしてください。楽天 AD を確認しました。ご利用のサービスを選択してください。楽天 AD を確認しました。ご希望する油種の給油条件を選択してください。給油量または金額を選択してください。ご希望の給油量または金額を入力してください。楽天 AD をリーダーにタッチしてください。お支払い金額を引き去りました。よろしければ給油を開始しますので確認を押してください。エンジンが停止していることを確認し、静電気除去シートに手を触れてから燃料油キャップを開けて赤色の線で給油を開始締め忘れに注意してください。ご返金金額をチャージでお受け取りください。楽天 AD をリーダーにタッチしてください。スマートフォン等をご利用の場合は落下にご注意ください。楽天 AD にご返金金額をチャージしました。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。クレジットカード、またはメンバーカードを通してください。